はい、どうも、メンヘラおじさんです。昨日ちょっと体調悪くてですね、動画アップできませんでしたが、YouTube のね、YouTube スタジオの方では、まあ、たくさん動画上げたおかげでですね、視聴数も増えてますと、いうお褒めの言葉をいただきましたというところですね、32万回再生ありがとうございます。はい。まあ、今、746人、なんですけれども、800人に向けてですね、あるいは1000人に向けて頑張っていきたいと思います。で、アンジェスですね。アンジェスじゃない。メディネットですね。95円まで上がりました。高値が99円まで行ったのかな、一時期。で、出来高3000万株っていうところで、なんか情報が漏れてんじゃないかっていうのが、憶測で流れてたと思います。で、おじさんもどっちかって言ったら、そういう風に思ってますけれども、まあそうでなくても、この日曜の夜中になんか、ガンに関するそのテレビが出て、そこでまたメディネットが言われると、吹き上がるんじゃないかっていうような話があるのと、まあ、ヤンセンファーマーの話もまあ9月中にあるかもねというところと、まあそれ以外に九州大学との連携があるかもねっていう、だからもう思惑の言うたら連チャンが続く可能性もあるので、どうしてもやっぱりそのチケットは持っときたいなというところで、今参戦サビク持ってます。で、アットマーク85円で持ってるので、プラス10円のまあだいたい3万3000ぐらいプラスですと。いうところなので、まあ、90円、80後半ぐらいまではですね、下がっても、まあ、持ってられるというのが一つと、まあ、まだまだ、そういう期待値の方が高いので、まあ、なんていうんですかね、そういう、イベントことがあったりしたらですね、まあ、30円ないし50円を吹き上げるっていうようなことはあると思うんで、そちらを期待しています。本来であればもっと買いたいんですけども、あとね、私手元に5万円ぐらいしかないんですね。5万プラス、借り入れ可能が2万なので7万で、9月20日までしないといけないというところで、ちょっとね、これ以上は買い進めるのはちょっと無理なので、もうこの言うたら中で、あるいはまあ生活があったらですね、まあ、それを売りながら、なんとかまあやっていくんですけども、9月10月でまあ200円ぐらいまで跳ねればええなと思ってます。まあ、そんなことあるんかな、わかんないですけども、150、そうですね、まあ、とりあえず100は超えてほしいなと思ってます。で、まあ、多分それで今年の12月までの取引っていうのはまあそんなもんかなと思ってます。あとなんか面白いものって言ったらあんまないんで、まあ、うちの家族的にはですね、三井物産を購入するであるとか、任天堂の十分割があるとか、まあ、いろいろ、なんていうんですかね、購入チャンスみたいなものはあるんですけども、そんなもんかなと思ってます。はい。で、まあ、本ちゃんはやっぱり僕の場合は、債務整理が全部終わる来年の9月以降がですね、まあ、勝負の時かなと思っているのと、まあ、YouTube ですね、収益化が、ひょっとしたらこの12月ぐらいまでにですね、するかもしれないので、まあ、そこから出た収益でですね、どういう形でやっていくかっていうところ、その2点だと思っているので、まあ、今後ともやっていきたいと思ってます。で、メディネットはね、また、情報出てきたらですね、喋りたいと思ってます。以上です。